マゴメ車両研修場の構内を立教より望む。マゴメ車両研修場は東京都大田区南マゴメ6-38-1にある東京都交通局の車両基地、浅草線の車両が所属している。東京都交通局マゴメ庁舎もこの研修場内にあり、浅草線の中枢部として機能している。研修場の正門には東京都交通局マゴメ車両基地と表示されている。 自局の5300系、5500系のほか、京成、京急、北総の各事業者の車両も留置する。孫ご車両研修場の空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1960年に浅草線が開業した当時は、路線内に車両基地がなく、京成電鉄の協力で、 向島駅付近にある旧駅跡の土地を利用して向島研修区を設け、そこで工場業務と検車業務を実施していた。その後、路線の延長で向島研修区だけでは車両収容数が不足するために京成電鉄高砂検車区内で将来的な拡張を予定していた敷地を東京都交通局が一時借用して検車業務を行った。 収容数は80両と多く、孫ご県検場完成までの暫定的な意味合いから5年の期限で借りていた。その後、1968年10月の孫ご県検場開設に伴い、高砂検修区を廃止、また翌1969年6月、別敷地に孫ご車両工場が開設したことで、工場業務を行っていた向島検修区を廃止した。 その後、2000年4月には、まごめ検査場と口述するまごめ車両工場が組織、統合され、まごめ車両研修場が発足した。本研修場は、検査部門、おさむしゃ部門、計画部門で、組織構成をしている。検査部門では、車両の月検査、列車検査を担当し、おさむしゃ部門では、重要部検査、全般検査を担当している。計画部門では、 研修場及び車両部品の維持管理など、研修場全体の管理を担当している。都営浅草線が開業した当時は、大田区真込付近に工場、検車業務のできる広大な土地を模索していたが、用地が確保できないことから工場と検車区が分離した状態となっていた。現在の敷地の一部は、昭和30年代に力道山の邸宅があった場所でもある。 当初は大門駅付近の交通局用地を利用して80両が収容できる地下式の車庫を建設する構想があった。これは路線のほぼ中央にあり、車両運用面で効率が良いことなどもあった。実際、全線開業時には大門研修区とまごめ検場で受け持つ方針であった。しかし、計画変更で高さ5検区を設置したことや、 用地が狭く将来的な8両編成の収容に問題があること、孫目県検場で十分に間に合うことなどから、この計画は1964年に取りやめとなった。浅草線の終点である西孫ご駅は相対式ホームで、そのまま川崎方向へ直進すると2本が留置線となっている。その途中の分岐器に車両基地への単線の引き込み線があり、勾配を上がって、 車両研修場西側の高架橋の下で地上部に出る。さらにそのまま直進して、国道1号線沿いで引き上げ線となり、池上2丁目交差点より少し川崎寄りの地点で折り返して、研修場へ入庫する。これは、敷地の都合上、本線と研修場の往復には一旦前後を変えなければ入出庫ができない構造のためである。近くには、大田区立池上梅園や、 池上本門寺1702年に現在地に移築された50棟がある。研修場内は西側に、検車場建屋があり、建屋側よりなお、当初は留置線は1番から12番線まであり、8両編成を重列に置くことで8両編成24本が収容可能であった。車両増備時には拡張工事によって13番から22番留置線を設けることで、 季節線を含め最大8行編成34本まで収容することを考慮していた。本検車場と合わせて国道1号線を挟んだ西馬込駅北方に馬込車両工場が開設された。馬込検車場より西馬込駅奥にある引上げ線を挟む形で平面交差で横断して地上に出る引っ込み線が設けられた。この連絡線には 地下鉄線としては珍しく3カ所に踏切が設けられ、同車両工場で長らく浅草線車両の重要部検査、全般検査を施行してきた。しかし、工場建てや設備は1990年代に入り、施設の老朽化が予測され、全面的な建て替えが必要とされた。その一方、1990年代に入って開業が進んだ。 地下鉄12号線は都心部を中心に運行され、沿線に小規模な車両基地を設置したが、大規模な工場設備を確保することは困難であった。別な資料においては、当初木場車両を研修場に工場設備を建設する計画であったが、大江戸線環状部の建設費用を圧縮するため、馬込車両研修場に大江戸線の車両工場を共用する計画が決定されたとされている。 このことから、まご県社場内に、両線の車両の整備を可能とする新しい、車両工場を建設する再整備計画が立ち上がった。新車両工場の建設と、大江戸線と浅草線を連絡する、汐止め連絡線の建設については、1990年6月に整備計画が正式に決定された。この整備計画は、第1期工事と第2期工事に分けて実施した。 1> 第1期工事は2000年5月から2002年2月にかけて実施され、建社場内に新総合庁舎、資材倉庫など15棟の建物を建築し、旧総合庁舎、食堂棟、倉庫など10棟の建物の解体と、留置8番線から12番線の撤去などが行われた。第二期工事は2002年12月から2004年3月にかけて実施され、第一期工事で、 移転や新設によって生み出されたスペースに新車両工場棟を建設する工事である。最終的に2004年3月に整備計画は完了し、同年5月から新車両工場の稼働を開始。これを前にして、旧まご車両工場は同年3月で閉鎖された。その後、2007年3月までに旧工場建屋は解体され、跡地には2013年に、 立正大学附属立正中学校、高等学校が品川区大崎より移転した。旧まご車両工場では8両編成を4両ずつに分割して入場させ、天井クレーンを使用して、車体と台車を分離する。車体は台座に仮置きして、整備、各機器や台車はそれぞれの検査職場へと運び、分解、整備して、また元の車体に取り付ける整備方法であった。 新しい車両工場では、浅草線と大江戸線という規格の異なる車両を、同一の工場ラインで、効率的に検査が実施できるように整備されている。入場した車両は4両ずつに分割され、入出場線と検査線に4両編成のまま入場し、それぞれの検査線において、5段階のスポットに分け、往路と袋で別々な検査を行うことができる。 片方の4両検査終了後は車両の入れ替えを行い、もう片方の車両側にも同様の検査を行う。それぞれの検査ライン上では、流れ作業によって台車や冷房装置などの機器をリンク品を用いて、検査対象の機器を交換していく作業が主体となる。取り外された機器は3階の整備職場や外中作業職場へ運ばれ、点検整備の上、次回入場車両に使用される。 この方式を採用したことにより、工場ライン上での車両滞留時間を大きく減少させた。また、このライン検査方式の採用は、東日本旅客鉄道の東京総合車両センターを参考にしたものである。最終的に組み立て完了後は、総合検査を実施し、検査は終了する。本工場で行う検査は、重要部検査、全般検査、 臨時検査の3種類である。ただし、2006年に引退した5200軽車用は、新工場での検査は考慮されていなかった。プールピット構造を採用し、入り出場時の各種検査、調整と総合検査を行うラインである。車両入場時には連結器や空気圧縮機の交換、機器の個別検査、交換、電気部品の機部機清掃等を行う。 プールピットと平床構造を持ち、屋根気機器や台車、空気ブレーキ等の車両部品の交換、和え、測定作業を行うラインである。また、台車は、在素型状態で車体を支持し、1両分の台車を、昇降機を2台を用いて抜き取り、台車通行線へ転送、そして整備済みの台車へと交換される。外された台車はトラックで搬出され、外部で検査が実施される。 検査の完了した台車はトラックで搬入後、立体式の格納庫へ格納されて、次回の入場車両に使用される。車両故障等における臨時検査や臨時修繕を行うラインである。安全面では、車両移動時において、入り出場線に車両移動確認装置、検査線には車両移動禁止装置を設置し、ライン上の検査機器の作業を制限している。また、 本工場内の検査設備機器のほとんどは日本車両製造が担当している。また、工場内での車両入れ替え用に、ともえ電気工業製の25トンバッテリー式検品車両を2台配置する。大江戸線車両の改装のために、大江戸線、汐留浅草線新橋付近には、汐留連絡線が建設され、その完成を待って、大江戸線12-000系の 本研修所への入り出場が可能となった。鉄輪式リニアモーター方式を採用する大江戸線車両は通常の軌道である浅草線内では自走不可能なため E5000 系電気機関車の検員により無動力改装される。塩止め連絡線は2002年6月に建設に着手し2006年1月に入線試験を実施。 2006年3月に使用を開始した延長439.7メートルの単線構造のトンネルである大江戸線汐止め駅から浅草線に向かっては半径80メートルの急曲線や48点をパーミルの上り急勾配がある汐止め駅構内の引上げ線は機関車と電車の連結、開放ができるよう当初計画よりも20メートル延長している 塩止め連絡線は、大江戸線塩止め駅から環状2号道路の地下を、西に向かって200メートルほど進み、南西にカーブして、東新橋1丁目交差点付近から第一京浜道路の地下に入り、浅草線と200メートルほど平行してから連絡する。この平行区間には、パンタグラフの変更に対応できる、要、120メートルのパンタ調整区間が、設けられている。 塩止め連絡線と浅草線との連絡部は港区東新橋2丁目にある大東京ビル前の地下である。連絡部には安全側線を設けている。1986年4月、地下鉄12号専用の試作車12から000型を使用した各種試験が馬込検査場において開始された。これは12号専用に新しい設備。 装置などを採用したことによる試験である。試験線となる10番留置線には ATC、ATO AT などの信号設備や合体化線を仮設した。その後、1988年には鉄輪式リニアモーター式車両の試験を実施することになり、試作車の12から000系の改造に合わせて、施設にはリアクションプレートなどが付設された。この試験は、 同年4月から6月9から11月に実施され、最終的には12月に地下鉄12号線へのリニアモーター方式の採用が正式に決定した。なお、同社はその後豊島区に払い下げられ、千早フラワー公園にて生態保存されている。ありがとうございます。